えー、皆さん、こんにちは、こんばんは。えー、第51回目ですね。えっ、ー、と、今回はゲームオーバーになった後の処理を作成してみたいと思います。えっ、ー、と、修行して、えっ、ー、と、ヒットポイントが0になってゲームオーバーって表示するとこまではできているんですが、まあ、この後エンターを押しても普通に続いてしまいますので、えっ、ー、と、まあ、ステータスを、えー、初期値に戻して、まあ、えー、最初のゲーム開始のメッセージを表示するみたいな、えー、ことをしてみたいと思います。 えでは、まずは、えー、っと、ソースを開いて、で、えー、っと、まあ、どこを修正するかということなんですが、まあ、ここエンターを押した後の処理ですね。今までは必ず何を押しますかって表示してますが、まあ、ゲームオーバーになった時も、ここの IF 文の中に入ってきますので、まあ、ここに、え、該当の処理を記述するような形になるかと思います。 でえー、とどんな処理を記述すればよいのかということなんですが、えっと、まずここは3、あのー、択を表示する部分ですので、まああのえー、関係ないというか共通ですよね。まあ、問題はこのメッセージで、えーとまあ、タイトルに戻ったんだったら何をしますかじゃなくて、あのなんか魔王がなんか悪さしている的なメッセージありましたよね。えー、とこれですね。魔王が世界を滅ぼそうとしていますって。 まあこれが表示されれば、まあちょっとタイトルに戻ったんだな、みたいに感じてもらえるんじゃないでしょうかね。まああのタイトル画面がないので、何とも言えないんですが。で、えっと、ゲームオーバー後にここに来た場合は、これを表示して、そうじゃない場合はこっちですね。なので、えっと、こんな感じにして、で、if 文を書けばいい。 で、if 文のここの中身に何て書けばよいかということなんですが、まあ、あのゲームオーバーだったらみたいなフラグがあればいいんですけど、ま、あ残念ながらそういうのはないので、えー、どんな感じで判定してたかなっていうと、まあ、こんな感じですね。ヒットポイントが0だったら。ま、ああんまりこの判定が <laughs>、えまあま、良いとは言えないんですが、まあ、とりあえずはいいこれでいいと思います。ゲームオーバーの場合、うん、まあ、 ヒ、ね、ットポイントが0だったらっていう判定文でもまあ実際にはゲームオーバーだったかどうかを知りたいわけでまあそうなるとちょっとこの IF 文だけだと分かりづらいのでまあこうやってコメントを書いておくべきですねでコンパイルしますで実行しますで修行してゲームオーバーになってエンターを押したら 魔王が世界を滅ぼそうととしていますとであとはパラメータが、えー、初期値に戻れば、えー、とりあえず完成ですかねで、えー、パラメーターなんですがえっ、ー、とまあどこで初期値にしてるのかというかですねまあそもそもどこで、えー、このヒットポイントとか定義されてるのかっていうことなんですがまあこのプレイヤークラスですよねプレイヤーでえっ、ー、とこのえっ、ー、と最初の部分 えっと、スタティックって書かれてますが、えっ、ー、と、ヒットポイントやら、レベルやらを、えー、値設定してますね。で、えっ、ー、と、これ、スタティックなので、えっ、ー、と、プログラムを起動した時に、この値になるんですね。なので、えっ、ー、と、もう一度起,な起動し直して、この値にするなんてことはちょっとできないので、えっ、ー、と、まあ、しないので、えー、初期値に戻す関数を作成します。 で、こうなってくると、えっ、ー、と、まあ、そもそも、スタティックなのが良くないんじゃないのみたいな話に、えっ、ー、と、つながるんですが、まあ、そんな感じの流れで、えっ、ー、と、スタティックとそうじゃない、あの、インスタンス化をしなくちゃいけないパターンの違いを説明したかったような気がするんですが、ちょっとあの、どんな感じで、 えと説明する予定だったかをちょっと忘れてしまいまして <laughs> えっとまあとりあえずうんどういうことこのここでこのクラスのクラスのメンバーあメンバーって言い方も説明してないんでしたっけまあここがスタティックかどうかまああとこれかこれもスタティックだスタティックにすべきかどうかみたいな話がなんか中途半端で終わっちゃって ってたんですよねしかもなんかえっともめたじゃないですけどスタティックじゃない方がいいよみたいに散々言われた記憶だけはあるんですけどうーんまあいいやまあとりあえず、まあ、スタティックでやるとしたら、えー、こんな感じのソースを書いてここでプレイヤーの、えー、初期化みたいな関数を読んでで確かこれ 値変えた後になんか表示し直さないといけなかったんでしたよね。どこでしたっけこれだこれ。これやんないとダメなんでしたよね。うん。こうすればうーんとうまくいくはずです。うまくいくはずですとかってなんかあんまり説明になってないですね。ちょっと分かりづらいかな。 まあゲームオーバーで、点倒すと、えっ、ー、と、またヒットポイントやら何やらが最初に戻るという感じですね。えっ、ー、と、というわけで、えっ、ー、と、今回以上になるんですが、まあ、このプレイヤークラスのソースですね。まあ、例えば、まあ今、 ゲーム開始時レベル30ですけどもまあこの後例えばゲームバランスを調整しようとかやってまあちょっと30から始まるんじゃなんだから20にしようとかって変えたとするじゃないですかそしたらここを変えてここも変えないといけないんですよねでもそういうのって忘れるんですよねなのでまあこのソースはあんまり良くないソースだとえー、いうことになりますでまああと今これも追加しましたけどこれね 値変えたらこれもセットで呼び出さなきゃいけないとかってなんかそれも忘れそうですよねまあええありがちなのがこれを追加せずにまあ初期化だけしてえっと戻ったのにあれなんで値戻ってないんで変だなってバグだみたいな感じで悩むみたいなええことがえ想定されますのでえっとまあ次回はえそこらあたりをえっともうちょっとええー いいソースに変更したいと思います。では今回は以上になります。で、えっと、前々回の動画に頂い,いたコメントに返信しますが、えっと、変数名はちゃんと付けてほしいと、えー書かれてしまってますね。まあこの変数 S ってやつですね。えまあ確かに、まあ変数名ちゃんと付けるべきなんですが、えっと、まあ それはそれとしてですね。えー、っと、素人には予約ごとの区別つきやすいから簡単な名前が嬉しい。なんていう意見もあるんですね。うん、まあこれは確かに悩みどころなんですよね。うーん。で、まあ悩むんですが、どっちがいいですかねって質問するのも変なんですよね。<laughs> まあこれは動画の方針としてどうすべきかって話なんですが、 うーん、そうですね。まあ確かにこの S とかっていう一文字だと、まあ大した、えー、と意味のある、えー、使い方をしないんだなっていう判断もできるんですよね。まあと、と同時に、まあ、S だけじゃな、まあ何の変数なのかさっぱりわかんないと。まあだから、まあ、まあかといってですね、じゃあここになんかメッセージとかっていう。 変数名にすするじゃないですかそうするとこれが変数名なのかまあそれとも何か関数の名前なのみたいな感じでまああの色が変わってないから関数じゃないだろうみたいな判断もえっ、ー、とまあこのテキストエディター上ではまあできますがまあちょっと分かりづらいんですよね、まあ、逆にまあなのでまあメッセージとかねまあこのぐらいがいいのかなっていう気もするんですが 今 S、うーん、だけの方が分かりやすいような気もするんで、まあ一応、あの、どっちがいいか、あの、意見ある方いたらコメントしていただければと思います。えっ、ー、と、では他のコメントですね。うんと、ね。えっ、ー、と、続きが見たいとかですね。うん、ついに失踪したか、みたいなね。 <laughs> えーっとコメントもありますね。まあそれはね、2ヶ月間が空けばそうなりますよね。うん。<laughs> 最終回とか面白かったよ。過去形ですね。もう今は泣き人みたいな。<laughs> うん。<laughs> うーん、そうですよね。まあ、うん、言い訳っていうんじゃないですけど。別に。 大変な仕事をしてたわけじゃないんですけどまあ何だかんだ言っても仕事してると気力が湧かないと。でまあそうやって仕事の話するとなんか簿記も働きたいよとかねなんか俺は定職についてんだぜみたいに聞こえるかもしれませんが全然定職にはついてないと。例えばですね俺コンビニのバイトで規則正しく働いてんだぜとかって言ってもそれは何の自慢にもならないじゃないですか。それと同レベルなわけですよ。 なので、どうにかなんないかなと。いうわけなんですが、うん。ゲームを売るっていうのはね、ちょっと無理ですからね。まあなんで無理って諦めちゃうのとか言われそうですけどね。うん。まあだからあれですよね。一人で作ろうとするから無理なわけで、な、かといってね、複数人数で作るってなると、それはそれで別の、 大変さがあるわけですがうん難しいですね。でえっと今言うのもなんだけど初心者のゲーム作成は XNA あたりがいいかも。うんこれなんか私も前に言いましたよね。まあ個人的には c プと XNA の組み合わせがいいって何度か言ったような気がするんですがまあ残念ながら XNA のサポートが終了してしまったので。 どうすりゃいいんだみたいな状態ですっていうのが今現在なんですがなんかそこら辺の事情って最近変わったんですかねなんか最近あんまりそこら辺の事情をなんか調査してないんで全然わかんないんですけどうんまあ確かにねそのダイレクト X とかを分人入れルをいきなりやるって難しいんですよねでうーんまあそうなるとやっぱ DX ライブラリなんですかね うん、C シャープと ?C シャープと DX ライブラリって組み合わせて相性いいんでしたっけちょっとわかんないな。うん。まあ、えー、そんな感じで。うんと。<laughs> 宿題わかんねえって。じゃあ2ヶ月私ほったらかしちゃったんですね。申し訳ありませんでした。あ、まあ7月13日だから1ヶ月は経ってないか。うん。えっ、ー、と。<laughs> C シャープまだかなとか <laughs> C。C シャープはね。でも、そうですね。まあ、これだけ Java を続けててなんですけど、なんか個人的にも Java と C シャープだと、うん <laughs>。ここで C シャープの方がいいとか言っちゃダメですよね。まあ、ただ、マインクラフトのね、とかやるんだったら、まあ、当然 Java ですし、まあ、あとやっぱり Android ですよね And まあ。Android が C++ でもできますが、普通 Java ですから、 そうなると Java。うん。C シャープか。パート4ぐらいまで作ったんでしたっけうん。まあ、えっ、ー、と、まあ、とりあえず今後はまあ、短くても週1ぐらいで、とかっていうと、その後なんか、間が空いちゃうパターンがあるんで <laughs>、えっと、今後どうするかは言及しませんが、えっ、ー、と、ほどほどに期待していって、 いただけると嬉しいです、えー。最後までご視聴ありがとうございました。